見つけたお皿。ポポポポポポ。皆さん、こんにちは。こんばんは、きのうにです。お皿が見つかりました。平皿ですね。どこに入ってたと思います？冷凍庫の上の方のところにありました。あれね、開けるでしょ？そしたら上の、ま、トレイみたいなやつがね、出てこないんですよね。だからね、わかんないんですよね。ボケてるんかな？いや、これね、本当に、マスカット食べ比べてみたあの回で、断面図をお見せしたんですね。で、その時に思いついたんですよ。あ、これ、凍らして食ってみようっていうことで。そっからね、完全に忘れてましたね。本当にね、探し回ったんですよ。まさかこんな皿がさ、捨てちゃった？こんなでかいの分かるはずあるでしょって思って、探し回ったの、ゴミ箱でも。ゴミ箱にもなくて、ね、本当に、どこ行ったのかなと思ったんですけど、冷蔵庫の中にまさかありました。なんかさ、お話が長いか。まあ、レビュー。皿見つかったっていうのと、そうですね、丸々ね、一粒。これ、ね、シャインマスカットさんですよ。を、凍らしてみたの、食べてみたっていう動画で、まあ、撮ろうかなと思っております。なんかアニメとかでさ、なんか人を探すとき、どこどこどこっていうシーンあるじゃん。で、そんな中でさ、そこにはおらんやろっていうのは、まあ、ギャグで、なんか探せやん。この、靴棚の中とか、トイレの中とか、で、冷蔵庫の中とか。で、他のツッコミ系のキャラクターが、そんなとこに言い訳ないでしょ的なやつあるやんか。あったよ、これ。冷蔵庫の中にあった、冷え冷えの平皿です、これ。でね、これ断面図にして、もうだいぶ前やね。2週間ぐらい前ですかね。それでもね、もう凍らしてあるのでね、まだ食べられると思います。こっちのね、長細い方はね、アメリカのマスカットさんです。ちょっと待って、カッと。普通に食べてみます。冷たい。完全にね、時期を見逃してますよね、これ。冬にやるもんじゃない。もう今完全に寒いです。暖房つけるぐらいの寒さ、雨もね、寒いんですよね。次、シャインマスカットの半分にしたやつ。俺がね、この動画で言いたかったのはね、もうね、この凍らして食べてどんな味かとかじゃねえんで、皿見つかったことなんですよ。皆さんもね、お皿がね、あれある日一枚なくなっちゃったって時はね、冷凍庫の上の方探してみてください。もしかしたらね、なんか実験でね、例えば、マスカットを半分にして、凍らして食べてみたっていう動画を撮ろうと思った時は、冷凍庫のね、上の方にあると思いますからね、探してみてください。なわけあるか。かなりシャーベットですね。まろやかですね、やっぱり。シャインマスカットの方は。次、そのまんまのやつです。なんていうかね、まあ、これやったのはさ、アイスでね、アイスの実っていうのがあってですね、これ、まんまこれなんですよ。ちょっと淡い感じの、なんかパステルな。色合いでね、まんまだなって思って、この、丸いシャインマスカットを見ると、なるんかなって思ったんでね、作ってみました。アイスの実は買ってないんですね。あれ、見かけへんな、最近。どうやろうね。まあ、見ようとして見てないからかな。いただきます。あってはならないところに、これが出てしまった。うまいね。うまいです。味がね、甘い。皆さんも冷凍したシャインマスカットをレビューするときはね、下駄箱の近くにレビューしないように、あってはならないところに落ちてしまった。どことは言わないけど、さしてください。では、ご視聴ありがとうございました。マスカットは何したってうまいっていうことです。